チンクエトッは、イタリアの山岳地帯、ドロミーティ東部のヌボラーウ山群北東部にある、岩山群である。アベラーウの一部として、アベラーウのチンクエトッとも呼ばれる。カタカナでは、チンクエトッチンクエトーリ、チンクエトッチンクエトッなどの表記のバリエーションがある。チンクエトッデ概略図チンクエトッはイタリア語で5つの、塔という意味である。 最も高いトレ・グランデの標高は2361メートル。他の岩山は、トレ・セコンダ、テルツァトレ、クワルタトレ、クーインタトレのように、第2から第5の塔という名称を持つ。それぞれの岩山は、固有の呼び方のある複数の頂上を持つ。トレ、グランデ、北側のシーマノルド、南側のシーマスッド、西側のシーマオーベストの3つの頂上を持つ。 トレセコンダ、東側から、トレルージ、トッテデルバランチを、トレロマーナの三つの頂上がある。テルザトレ、トレラティーナとも呼ばれる。クワルタトレ、背の高いトレクワルタアルタ、その北東にある背の低いトレクワルタバッサを持つ。南の頂上をトレディメッツォと呼ぶ。クーインタトレ、西側の頂上はトンレイングレーゼと呼ばれる。この地域は、 第一次世界大戦中に、イタリア王国と、オーストリア・ハンガリー帝国の戦場となった。チンクエトリは、コルティーナ・ダンペッツォ、ファルツァ・レゴ峠間の要衝として、1915年6月に、イタリア軍が陣地を構えた。岩山には、縦眼周囲に残壕が掘られ、関西用の30センチメートル砲も設置された。ヌボラー・ウーサン軍。 チンクエトッリが属するヌボラーウ三軍は、北西のファルツァーレゴ峠、南東にジアウ峠で挟まれた領域にあるドロミーティの三軍である。写真の左下に、チンクエトッリがある。右は、アベラーウ。奥中央の建物のあるところがヌボラーウ。奥左側はクセラである。ありがとうございます。